はですね、今こちらで大学生、ベトナムだと有名人の関リオナさんに来てもらっています。マルチにね、活躍している大学院生ということで、本当にね、ベトナムだといろいろ VTV に取り上げられたりして、彼女の今やってる活動内容がすごい面白いなっていうので、ふりして撮影に協力してもらうことになりました。本日はよろしくお願いします。はい、こちらでベトナムの大学院に入って大学院生をしているっていう。あ、そうですね。こちらではどんなことを勉強してるんですか？ですね、私は文学部の言語学専攻っていうことで、ベトナム語の仕組みだったりとか、あとは将来はベトナム語を教えるっていう、そういうような勉強を教育の大学で、大学院にしてますね。結構その日本人がベトナムに来て大学院に入るって、なんか全然イメージつかないんですけど、これって結構一般的なんですか？ないと思いますね。私の周りでもこっちの大学に入学してる大学生の方は結構いるんですけれども、私みたいに大学院に入学するっていうのはあまりそういう例を聞いたことがないので。ベトナムで学生として来てる人がすごいレアですよね。そうですね、インターンとかはいっぱいいるけど、がっつり大学院とか大学に入ってとかいう人は。今大学でさっき言語、あと教育になるんですかね、これは普段具体的な内容というかカリキュラムを勉強してるんですか？最初はそのどういうふうに教えていくのかっていう、そういった理論とかを勉強したりして、あとはそのベトナム語がどこから生まれたのかとかっていうことも勉強して、深く掘り下げていろんなことを勉強してますね。で、まあ外国人に教える。そうですね、外国人、日本人に教えるような感じ。そうですね、日本人に教えるっていうよりかは、まあ、外国人全般的に教えるような形になりますね。英語はじゃあ教師とかそういうのも考えて取、ね、ったんですか？はい、もともとはすごいなんかベトナム語の先生になりたかったので、それでこっちの大学院で深く勉強したいなって思って来たので、ベトナム語はもともとそのどういう関わりで、まあ、勉強するようになったのかなっていう。で、大学はベトナム語を専攻していたってことですか？はい、そうです、ベトナム語専攻。一番最初確かあったのは5年ぐらい、その時は大学生としてこっちに留学してた。そうですね、その時は日本の大学の交換留学生としてこっちに。それは1年間ってことですか？そうですね、大体1年間ぐらいですね。大学生の時はこっちで何をしていたんですか？どんな勉強？もちろんそのベトナム語の勉強を個人でレッスンを受けながら、あとは現地のそのベトナム人の貿易大学の学生の人たちと一緒に、貿易とかそういうこと、経済についても勉強したりしてました。語学留学っていうのもあったんですけれども、それ以外にもやっぱりベトナム語を使って他のことを勉強するっていうことをしたかったので、留学とその大学院をこっちで通いたいなって。ベトナム語だけだとどうしても日本でもそういう環境ってあるので、ベトナム語勉強できるんですけど、ベトナム語を使って現地の人と一緒にこう溶け込んで何かを勉強するっていうのはやっぱり現地でしかできないことだと思うので、それをすごく味わいたいなと思って留学も決めたので。その授業に日本人として、まあノンネイティブとして参加してた。あ、そうですね、すごい多い人数だと100人ぐらいのクラスに、私、外国人、日本人1人で、あとは全員ベトナム人の生徒、あと、もちろん教えてる先生もベトナム語しか喋れないベトナム人の先生、一緒に勉強したりとかもしてました。貿易大学の生徒って結構やっぱり頭いいなっていう感じが、ね、やっぱり、もう他の大学と全然違うなっていうぐらい結構頭いい人とかが多くて、その中で彼らについていくのが結構大変だったんじゃないですか？すごく大変でしたね。なのでもう予習復習はもう毎日欠かさないですし、もちろんそのベトナム語で理解しないといけないので、その用語とかも事前に勉強して授業に取り組んだりとかしていました。こっちの大学って、私は行ったことないんで分かんないんですけど、なんていうんですか、どういった形の授業が多いのかなっていう。日本だと大体大学で授業参加して、でテストやったら終わりみたいな感じじゃないですか。あんまり討論の時間とかレポート提出とかってあんまりなかったりすると思うんですけど、ベトナムの大学って、どういった形で授業を行うので、どういった形で参
採点されるんですか？座学の授業とかだとよくそのさっき言ったんですけど100人とか一緒に授業を受けてて、その中でも先生たちがじゃあ何人かでグループを作ってグループディスカッションしてくださいって言ってて、そういうグループディスカッションを授業内にして、その何かのテーマに沿ってディスカッションをして、それを先生の前で一グループ発表をしたりとか、あとやっぱりグループワークが多いので課題とかも、まあ、みんなで分担して何かこう論文とかを作り上げるっていうのも思いますね。みんなでやって論文を作り上げる。そうですね、大体5人とかで1グループになってなんかこうセクションを分けて、じゃああなたは1番目担当ね、あなたは2番目担当ねとかを分けてって、自分の担当の部分をもちろんベトナム語、ベトナム語で論じて書いて、それを全部まとめて提出して、あとはそれを授業でプレゼンテーション、それもちゃんと自分の成績に加算されるんですよ。グループワークですけど全員同じ点数で加算されて、自分の成績になるので、チームワーク力がまず必要で、まあ、ちゃんと発言しなきゃいけないもディスカッション力必要 で、その後まとめる論理力っていうか文章力も必要で、あとプレゼン。そうですね、日本の大学だとあんまりないかもしれないですね。でそういうのは日本でやったことない、こっちで初めて授業入って、ですね、私は日本の大学も結構そういうプレゼンテーションとかを多めにやる大学だったので、やったことはあったのででしたけど、でも外国を使ってっていうのはなかなかやっぱり自分でこうなんか英語でプレゼンテーションを作って発表したりとかする授業とかは日本の大学でももちろんあったんですけど、ベトナム語を使ってベトナム人の人と一緒にこう何かを論じていくっていうのはやっぱり初めてだったので、最初すごく戸惑って、戸惑うよね、そうねいきなりそれを授業行ったらやれって言われて、でもちろん知り合いも周りにいないんで、まあ、ちょっと日本語ができる学生さんとかにいたんで声かけてくれて、じゃあ一緒にやりましょうみたいな、温かく迎え入れてもらってグループでチームワーク。最初でも全然ベトナム語勉強したって言ってもまだ実践的ではないから、いきなりそれ授業っていうか入ったんですか？同時進行でやっぱりやってました。授業についていくための勉強もそうだし、みんなと論じられるようなコミュニケーション能力を培うのもそうだし、いろんなことを同時進行でやってたので、ちょっと大変でしたね。大体10ヶ月とか11ヶ月ぐらいですね。あ、じゃあこっちでその語学だけを例えばひたすらに勉強するみたいな時はなくて、語学と両方ともがっつり1年やってた。そうですね、語学の部分は基本的には自分で一人でやることが多くて、まあ、もちろん友達と喋ったりとかするのも勉強の一つだと私は思ってるので、外に出かけていろんな人と話して、いろんなその年齢層の人のベトナム語になりたいと思ったりとか、あとはそういう授業に参加してみんなと一緒に何かを見るっていう勉強をしたりします。ベトナム人の学生にウェルカムっていうか受け入れられなければ結構難しいと思うんですけど、結構仲良くやってる印象があって。あ、そうですね、割と溶け込めるようなタイプなので、きっかけは何かちょっと忘れちゃったんですけども、やっぱりそのベトナム人の仲良い友達が何人かいて、その子たちがいろいろそういうコミュニティとかに私を引き込んでいってくれていて、そういうところでなんかこういろんな人にこう勧められたこととかを、まあ、なんか躊躇せずにやってみたりとか、ベトナム人の子たちがやってるように自分もやってみたりっていうふうにこう自分から率先して輪の中にこう入っていこうっていうことをずっとしていたら、なんか自然と溶け込めるようになって、あんまりこうなんか新しいこととか自分の国日本と違うなって思ってこう躊躇したりとかせずに、ベトナムだったら、まあ、ベトナムはこういうやり方やってるから私もチャレンジしてみよう、やってみようみたいな気持ちを大切にしてこうやっていったら、結構ベトナム人の中に入っていてもその違和感なく。あ、そうなんだ。本当に学校外になんかこう路上とかで売ってるようなパンとかバインミーを食べたりとか、焼き鳥の肉を食べたりとかして、みんなで談笑したりとかっていうのをやったりとかしていて、あ、この日本人は日本人だけど日本人っぽくなくてすごく親しみやすいっていう風にいろんな人に、ベトナム人の人にこう思われて、こういろんなところに呼んでもらったりとかするようになって、ベトナム人のコミュニティがすごく広がって、ちなみになんかベトナム人となんか絡んでるイメージ。そうですね、空港とかもなんか僕
迎えに来てもらってたよね、前、ベトナム人の、うん、そうですね、うん、本当にとベトナム語のみで会話、そうですね、それやっていけば、まあ、仲良くなれると、そうですね、わからない単語とかもあるんですけど、その都度聞いたりとかしながら、うん、あとやっぱりそのベトナム語をなんか真剣に勉強している外国人の人に会うことがあまりないみたいで、やっぱりそういうところはなんかこうすごいねっていうのを受け入れてもらって、いろいろ教えてもらったりとか協力してもらいました。なんか我々ビジネスマンもなんか頭痛の種だなと思って大事だなと思いつつも、結構こっちだとみんなベトナム語話すと喜んでくるんじゃないですか、うん、まあ、ちっちゃいことで言うと、まあ、OK 同意じゃないけど、まあ、本当にそれが相槌とかでも全然言うと、ああちょっと喋れるんだねっていうふうにこう食いついてもらいますよね、うん、ベトナム語話せたらいいなって、羨ましいなって、まあ、今からでも絶対遅くないと思うんだけど、そうですね、遅くないと思います、俺もこうしたいななんて思う。まあだから今日はこういうふうにインタビューでちょっと撮らせてくれって、無理やり俺のこと、しょうがないですよっていうのでね。